魔性石鹸ゆるが魔性石鹸石鹸は縄文時代後期から晩期にかけての遺跡などから出土する石製品の遺物である形状が武具である剣に類似することからこの名称が付けられているこの項目では石灯と共に紹介する日本では縄文時代中期頃から登場するようになった石棒の加工技術から 一側縁もしくは両側縁に刃をつけたような横断面を呈する石刀、石鹸の類が作られるようになる。石棒と同様、指揮棒として特定の人が権力を示すために使ったとも、最使用具とも考えられているが、実用的武具ではなかったという考えでは、見解は一致している。八万一郎は石棒が武器として用いられたかはわからないが、 あんな重いものを振り回すわけにはいかないとし、武具ではなく、樹具と関連したものと捉えている。藤森英一は、肝心な人物は、多少薄いが、到底切れるという白物ではなく、小さいので叩く武器でもあり得ないとする。北定吉は、青森県津軽半島の宇徹から出土したち反りの石刀を取り上げ、中国の先進時代に用いられた、青銅製刀数を、 縄文人が模造したものであると推定している。北説が発表されてから約30年後には、山形県町海山麓にある三崎山から、青森県宇鉄出度の石灯と形状が類似する、青銅製灯子が発見され、改めて石灯との関連が問題されるに至った。柏倉によれば、縄文後、晩期に現れる石灯は、大陸からもたらされた。 性トースの模倣であるるとしている西脇大名夫は、石頭小型石棒の頭部や大部の遺傷から、オルドス地方やシベリアで見つかる、青銅製の鈴首剣に起源を求めている。このように研究者の中には、これらの石剣、石頭を、縄文人が、大陸の光り輝く、青銅剣を見て模したものと見ている。 後藤信介の分類研究によると、石頭のうち、人部と反対の側縁が局面で結ばれるものは、信濃川から豊川雷2世の中部地方から近畿地方に濃密に分布する。これに対し、人部と反対の側縁を二平面が挟むものは、東北地方から北海道地方にかけて分布する。石頭昔ら石棒のうち、一旦に、尻尾分や、 綾杉文などの彫刻を施すものは、奈良県柏原遺跡や石川県五郷塚遺跡など、近畿、北陸地方を中心に分布するのに対し、通常の人国などで一端を区画するだけのものは、秋田県白紙書海塚など、東北地方日本海側に分布する。石灯は、北陸地方をはじめとする中部東北北海道へ、万期中央を活気として伝播していき、 普及したものと考えられている。機内や南九州にも東日本に比べれば少ないものの存在するまた、石灯を含む小型石棒類が、弥生時代前期頃まで継続するという説もある。弥生時代中期頃より登場するようになった、年番岩性の魔性石鹸は、縄文期の石鹸とは異なり、銅剣型か鉄剣型か、 どちらを模倣したかが明確にわかるほど成功なものである。一例として、京都府宮津市の日置遺跡からは、長さ33.9センチの銅剣形石剣が工作中に発見されている。鉄剣型は、身の断面型が扁平な菱型をなし、銅剣型は、身の中央に突起を持ち、その左右に溝をつけた優等意識のもので、 弥生期の石鹸はこの二つに大別される。近畿における分布は、北部に銅剣系南部に鉄剣系の分布剣があったという説が出されている。弥生期の石鹸の技術は、朝鮮半島由来のものであり、朝鮮の初期金属機時代に作られた石鹸は、剣身の部分に、砥いのあるものとないもの、柄の部分に茎だけのものや取っ手のこしらえを模したものなど、 様々な形式があり、特に半島南部の5番型施設墓から発見された、夕柄式石鹸は、見事な出来栄えを示すものが多いとされ、その精細な作りから実用品ではないとされる。ありがとうございます。